よくぞ帰ったラミザ、ドゥラ、見事クアバルナを倒してきたのだな。いえ、天魔クアバルナを倒したのはあのものです。なんと、それはまことか。クアバルナを倒したという旅人よ、こちらへ参られよ。そなた名は何と申す？そうか、我が家臣の不始末でそなたには迷惑をかけたようだ。そなたの働きと勇気をたたえ。太陽の石が、一体何が起こったのじゃ。これは。恐れながら国王様、一部太陽の石になりきれなかった魔晶石があり、それが悪さをしているのでしょう。ではどうすれば。この暴走を止めるのです。太陽の石の力を制御できるのはドルアーム王家の血を引く者のみ。私が止めてみせましょう。それが私がこの国の王子であるという何よりの証になる。無駄じゃ、お前は王家のものではない。なぜ認めない。国のためにこう捨てたのでしょう。正しいことをしたと思っているのなら認められるはずです。だがこう捨てた罪は決して消えない。私の恨みも消えることはない。見ろ、私が捨てられた王子だ。止まれ太陽の石よ、舗装をやめろ。なぜだ、なぜ止まらない。わしがかつて捨てた子は女の子なのじゃよ。力だけでは足りぬのか。ラミザ王子も力を貸してください。ラミザ王子、ドゥラ君かわいそう。ここまで一生懸命頑張ってきたのに。僕より王子らしいのに、王子じゃないなんて。王子、お願いです、力を貸してください。僕には無理だよ。ラミザ王子。まさか君が。お願いします、ラミザ王子、あなたの力が必要なんです。
なんて。このままじゃ城ごと私たちは。今のは僕の…あれ？ラミザ王子、すごいです！チリ、と言ったか。わしに顔を見せておくれ。そうか、お前だったのか。すまなかった。あの時わしはお前を手放す以外に国を守る方法はないと信じておったのじゃ。だが結果的に多くの者を傷つけ、この国に新たな悲劇を生んでしまった。わしの選択は間違っていたのじゃが、チリよ、この王宮で一緒に暮らさぬか。亡き王妃もお前を手放したことをずっと気に病んでおった。ありがとうございます、国王様。ですが王宮の生活はきっと私にはありません。私の父はガタラに住む妖婦だけ。変わり者だけど愛情を込めて育ててくれました。私は彼のように自由に生きたいのです。ズラ君、どこへ行くの？ブラード国王、暴言の数々をお許しください。私はもう二度とドルワームの土を踏みません。待ってください、ドラ委員長。委員長の代わりになるような研究者はどこにもいません。委員長ならクワバルナの入れ知恵なんてなくても、いつか太陽の石を作り出せたはずです。私はそう信じてます。ありがとう、シリ。ドゥラよ、そなたにはこれからも王立研究員の長であることを命ずる。ドルワームのため力を貸してほしい。はい。そしてもちろん忘れてはならぬ、見事天魔クワバルナを葬ってくれたドルワームの英雄の活躍を。そなたには褒美として金のキーエンブレムを与えよう。また今後は水晶球の中にあるドルワーム鉄道駅の利用を許可しよう。そなたの旅に大いに役立てるがよい。ドルワームに平和をもたらしてくれた全ての者たちに感謝する。そなたたちの未来に明るい太陽の光が降り注がんことを。